ちょっと君がささやくよ。ハニーハニーもっと右、ハニーハニーちょっと左、狂ってしまいそう。ここが感じることを知らなかったよ、そこが弱いなんて。ハニーハニーもう一度、ハニーハニー優しく、ああ狂ってしまいそう。また立って歌ってますからね。じゃあ続いて、じゃあちょっとやらしい鳥かエコーまた歌います。エロジブタク君の目玉と僕の目玉、グリッとえぐって取り替えっこ。僕の見るもの全てが君に見えればいいのに、君の見るもの全てを僕も絶対見たいから。そんなにそれほど身震いするほど君が好きなんだ。僕のあそこと君のあそこをグリッとえぐって取り替えっこ。僕がどんなに君とぴったりか確かめたいから、君がどんなに気持ちいいのか僕も絶対感じたいから。そんなにそれほど身震いするほど君が僕の脳みそと君の脳みそをずるっとすすって取り替えっこ。僕が刻んだ記憶の全てを君にあげるから、君の思い出全てを僕だけのものにしたいから。そんなにそれほど身震いするほど君が君が好きなんだ。ありがとうございます。鳥かエコでした。ね、歌うと何言ってんの？歌う飛び道具、ね、究極のラブソングと言われている鳥かエコ。いやいや、別に。まあ、言っとくわけだから。
さっきも言ったけど、ハニーネタで作ってるわけじゃないからね、これね。いやいやいや、またボケってる。いや、だからこんなことやったら警察捕まるんでですね、ファントズィーの世界っていうことでですね、そんな感じで、ファントズィーでしょ。いやいや、エロやのセクテーション。どうでもいいけど、あの、わらの盾っていうのを見てきて、なんかね、面白かったですよ、なかなか。ね、人手なしのクズを護送するっていうね、映画、なかなか良かったですけど、なんか、ほとんどこの取り返す可能性が、もう人手なしのクズみたいな感じですけどね、でも、奥に愛が流れてるっていうことを、やっぱりですね、理解していただきたいというですね、分かってもらえるのかな、よかったです。究極のラブソングだって言ってんのに、ずっと前から。神は感じてくれてる。いやいやいや、そう、あんまり現実のなんか生々しい感じにこう引き戻さないようにしてる。ファンタジーの世界ですね。というところからぐっとこう、何、現実に近いところに来ましてですね、さっき、人生は50からって言ってましたけど、人生は50から、おめめ凝らせばをですね、じゃあ歌いたいなと思いますけど、ね、いつも、ね、私のライブはね、年寄りばっかりで、本当嬉しいですけど、本当、いやいや、ごめんなさいね、本当申し訳ない、私も50ですからね、もうね、人生はね、これからということで、ね、おめめ凝らせば、先ほどもちらっと話しましたけど、プロモの方が、完成しててですね、このズヤンで、前回のワンマンの時にうわーってなってるのを撮った感じで、そういうカットもちょっとこうね、あのイントロとか感想のところに含まれてたりとかしてですね、ライブバージョンとその、豊洲あたりでこうちょっとこうプラプラ歌って歩いてるようなふりしてそれで撮ってきたね。そうそう、あのロケバージョンとね2つあるんですよ。ロケバージョンにもライブの風景とかがちょっと絡んでたりとかいろいろしてですね、あの久保さんがね結構頑張ってやってくれたのもあるんですけど、前も言ったようにちょっともったいぶってもうちょっと公開は後になるんで楽しみに待っててくださいということですね。トリガイコロなんかえいやいやトリガイコロプロもどうなんだろうね、やばいよね。そんな感じでじゃあ人生は、50から、おめめ凝らせばを歌います。80からなんで誰かが歌ってたけど、50も見えてきたこの頃、なんだかだってうんとしないこの胸のわだかまり、心温まる糧だなんていつだって憧れてたけど、俺の居場所が全くない、神と同じで存在感がずるり消えてゆく。仕事もまだまだやれるやれる、ハイパー遊びも下心込めてメールを、メンタメンタメンタ、小さい文字が見えない、寄せてもピンと合わない、おめめ凝らせばちょっと切ない、打ち間違っていにふめい、オラオラオラ負けない、人生は50から下り坂なんて横だ、長い旅なんて昔はそう思ってたけど、50も見えてきたこの頃、なんだか疲れが抜けない、右肩が上がらない、一日や二日の徹夜なんて平気で読み明かしてたけど、最近の酒の席では上る話題は健康診断の数値自慢、コレステロールにガンマGGG、
見えない、乗せてもピンと合わない、お目々凝らせばちょっと切ない、呼び間違って今日も次次オラオラオラ負けない、人生は50からネタも腹を変えない、来ていただいている、ね、中学の頃の、同級生とかその辺で、8月に、なんか全体会が、ね、3日、8月3日に全体会があるということなんですね、いっぱい集まってなんかね楽しい、会になればいいなというふうに、思ってますけど、そんな、うんね、こともありつつ、そして、松尾和志は、アルバムが出てます。キラキラレコードというところから、ファーストアルバムロックの人、セカンドアルバムライフ、サードアルバム目には見えなくてもそこにあるもの、そして、4枚目のアルバムが今年じゃなくて去年の暮れに、ようやっと、レコード会社からではなく、自分でしこしこ、CDR を焼いて、ね、なんだっけ、おめめ凝らせばというね、さっき歌ったおめめ凝らせばとか、21世紀の原始人とかですね、その辺がいろいろ、キスが好きも入ってます、それと、前のライブの時にも話しましたけど、幽谷中年団という、ユニットでですね、増税反対、3部作、ザ・増税、嘆きの市民、嘆きの庶民、ザ・増税、破滅のドミノ、それから、桜と書いて花芽出る国でというね3曲が入っている、ね、CD、があります。それが4枚目、随分間が空いて出たやっぱ4枚目で、今作ってるのが、5枚目、でそれは完全なミニアルバムではなくフルアルバムになる予定、です。でおめめ凝らせばとかもまた、そのアルバムの中に収録新たにまたされるとは思いますけど、そんな形でですね、でちょっとちゃんと流通できるような形で、5枚目は作りたいなとは思ってるんでですね、いろいろそれを試行錯誤をしている状態で、時間が結構なかなかなくてですね、録音もまだ全部進んでない状態でですね、なんとか、次のライブの時には、出来上がっててですね、流通できる状態になってればいいなというふうに思いつつ、次のライブをまた、目指したいと思いますけど、でコンズイアンのまたワンマンが、次回も決まっていてですね、なんだっけ、9月だったね、確か。随分先だな。うん、だからなんか、うん、どうだろうね。9月何日でしたっけ。6月にやんないの。え、来月じゃんみたいな。やんないの。
ゆるく、ゆるくやってるんでね。あの15日9月の15日ですよね。9月の15日のなんか連休の前、ね、またその時にはね、いくらなんでももう出来上がってると思うんで、でその前に、なんか、アルバム出せそうな雰囲気だったら、それに合わせてなんかプロモの URL とかも皆さんにお伝え、ねえ、ほんとね、申し訳ないね、6月は早すぎて。まあ なんかだからね、他に企画とかちょっとだから、盛り上がってくればどっかが確保できるか分かりませんけど、ちょっとなんかそんななんかいろいろねないんだよ時間が最近ね。そんな感じなんで、また9月の15日にね皆さん、ね、本当、でも次の日休みでしょ確かね。だからゆっくり次の日もね休めると思うんで、ね、カレンダーに丸つけといてくれると嬉しいなというふうに思ったりなんかして、そんな感じで。あ、そうです。そうですよね。マーさん頑張ってね、確保してくれたんで、ぜひですね、今日はちょっとなんかね、余裕ある感じですけど、またこの間みたいにね、ぎっちりした感じにね、息苦しい感じになるとね、また楽しいかなと思いますんで、ぜひぜひまたね、遊びに来てくれると嬉しいななんて思いつつですね、で、だからアルバムがね、サードアルバムのメニューは見えなくても、そこにあるものは、在庫が自分で持ってます、少し。人生は四十からとか、さっき歌った、なんだっけ、頑張りすぎないでねとかが入ってるアルバム、ちょっと暗いアルバムですけどね、それが、欲しいという人は、もう古いアルバムなんで1000円で売ってますんで、ね、フルアルバム、ちゃんとパッケージされてますけど1000円で売ってますんで、つばが飛ぶな本当に、ぜひね、持ってない方は声をかけてください。そして、ミニアルバムの方もですね、自宅で焼いてる割には1000円で売りますんで、持ってない方は、ね、それはかなり手抜きな感じで伝えますけど、中に入ってる歌は、アレンジきちっとされててですね、いい感じに出来上がってますんでですね、ぜひ、聴いてみたいという方は、ね、1000円握りしめて私の前に来てください。そんな感じで、森藤さん、あ、じゃあ森藤さんいた。ちょっとじゃあ例によっていつもワンマンの時はですね、職場のね一緒に仲良くしていただいている森藤さんにドラムをね叩いて、ミスター森藤ね、やってもらってるんで、ちょっと今日も、ね、最後はバートドラムをね、叩いてもらって、ちょっとやってみようかなと思いますんで。では、なんだっけな、希望の光っていう曲をね、やります。心の封じてることのない愛をたった一度でもいいから俺に見せてください。空から降り注ぐ悲しみ、失意に満ちた街のうめき、絶望という言葉すら君の前で弾けばれる。俺の心を癒してください。人生なんてそんな些細な出来事で変わる、ただ君がそばにいればいい。感じる、ただ日々は輝く。君に会い、君を愛し、俺は変わった。最後の日が訪れて、
けるよ。欲望に積もらない夢を愚行を繰り返すことしか知らない俺にください。声を枯らして叫んでもこの世界は変わらない。ただ一夜の夢に同じ君の肩を滑り落ちてゆく。俺をそっと包んでください。人生なんて意味を考えても始まらない。今信じる道を行けばいい。明日にいつか日々は変わる。君に会い君を愛し俺は変わった。最後の日が訪れても全てを許そう。
ディエット。ちゃんと考えてね。いいんだね、終わってね。ほら、脱いだ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 。さあ、ハリも脱いだ。次行くぞ。次行くぞ。ハリやらないの。ハリやらないの。ハリやらないの。ハリも脱がないの。なに、もうお腹いっぱい？いっぱいじゃないよ。ほんと？え？じゃあ、バーボンいっぱいあげ。バーボンいっぱいあげ。すみませんね、あのアンコールの拍手もないのにアンコールを始めてしまって、アンニーとブラッシュ。いやでも酔っ払い半世紀も生きてるとね。ちょっとね、本当にありがとうございますね。声が出なくなって。じゃあちょっと森口さんが休んでる間に、バーボンストリートを、一応アンコールですか、これは。よくわかりませんけど。バーボンストリートを歌って、最後にお疲れ歌いますね。あてもなく歩き続けた君など忘れてしまった。今の俺に見えるものは光と影だけ。純粋な気持ちだけでは掴めぬものがある。諦めや妥協の日々に埋もれかけている。何もかも潤う呼吸を止める手立てはない。振り切れば夢を抱きしめ、今夜もバーボンストリートにいる。変わらないもどかしさに裏切られる悲しみに、一度でいい本当の愛に触れるなら、愛していたから叫んだ、愛していたから泣いた。たとえ一人に戻っても全てを許す。何もかも潤う時を止める手立てはない。振り切れた夢を抱きしめ、今夜もバーボンストリートにいる。優しくあれと育まれ、強くあれと打ち打たれ、たどり着いたこの場所に虚しく風が吹くだけ。心の置き場をなくした人々がさまよう。孤独と戦う勇気をほんの少しくれないか。何もかも潤う時を止める、今夜もバーボンストリートにいる。
子がいる。明日を捨てた奴もいる。過去に別れを告げるのに覚悟はいらない。君がいた現実が喉元に突きつけられる。だけどやり直すことで俺は俺の道を行く。何もかも拾う。時を止める抱きしめ、今夜もバーボンストリートにいる。何もかも拾う。時を止めるすいませんはない。擦り切れた夢を抱きしめ、今夜は始末屋にいる。
Thank you.